This is Laugh and Music. FM Osaka 85.1. FM Osaka. みんなで作るラジオ。ファンタスティックレディオ。FM Osaka. みんなで作るラジオ。ファンタスティックレディオ。こんばんは、ファンタスティックスのパフォーマー沢本夏樹とパフォーマー木村圭人です。今週のファンラジもこの2人でお届けします。よろしくお願いします。お願いします。今日は1月23日、ひふみの日です。ひふみさん、ひふみさんの誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。誕生日といえば、誕生日かわからないですけどね。誕生日といえば、はい、あさって大輝くん、大輝くん誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。先に先にもう今日お祝いしたということで、はい、もういいね、もう大丈夫だと思います。じゃあフリートークいきましょうか。はい、やっぱりここあれ、ケイちゃんやっぱ張り切っていきます。豆知識きた、あるあります。ちょ、これねもう結構やってるんで紹介しちゃってるか分かんないんですけど。どういうこと？同じもの言ってたら申し訳ないです。そこはちゃんとメモしとこうよ。してます。多分大丈夫。まあ大丈夫、ケイちゃんならね、はい、いっぱい持ってるから。喉が痛い時あるじゃないですか。ちょっと痛いな、ゴホゴホしちゃってるなって。ゴホゴホね、はい、そういう時にお菓子、あるお菓子を食べると痛みが和らぐそうなんですけど、なんだと思います？のど飴とかじゃないです。お菓子、お菓子、エクレア。あ、違いますね。どういう系？ヒント、ヒントヒント、当てたい。これ甘いっすね。もうちょっと長いね。あ、カラフルですね。カラフル、あ、きた。お菓子の名前です。マカロン。あー、お、違いますね。何？お、違います。惜しいの？何？お、あの、当たったかと思ったんですけど。え？全然違いました。マですね、ヒントは。マ？え？マカロンじゃん。カラフルな、違います。マで。まあ、カラフルなものもあるよ。ポピュラーなものは、一つのあるよです。白です。一つのあるよ。マシュマロ。正解です。え？マシュマロ。マジで？こちらはですね、まあ、ゼラチンが喉を保護してくれるので、うん、マシュマロを食べると喉の痛みが和らがす、和らがす、和らがすそうです。和らぐそうですよ。聞いたことある気がしてきたな。俺もね、ちょっと言っちゃってるか分かんない。逆に俺今マジでとか言ったけど。あ、そのマジ来ましたね。何？こちら江戸時代から言われてるそうですよ。怖い、今すごかった。今すごい、俺ちょうど調べてたもんね。どんぐらいって俺の顔真ん前まで指さしてきたから。マジやばい。ありますよね。はい、あります、ね、こちら江戸時代から使われてる言葉らしいです。普通に俺もなんか聞いたことある気がする。んなわけないじゃないですか。ケイちゃん、これはね、ですですじゃあ、まあ新年明けているんで、まあそうリセットされてるんで、もうずるいけどねそれ。です。これどうしよう。でももしかして本当にファンダロにしてこういうの調べるのうまいね。うまいね。もうあの時言ってたよ、うん、書かれるかもね。また同じ反応してるやんみたいな、うん、全く同じやことしてるかも、もしかしたらあるかもしれないので、うん、ぜひしてください。聞いてください。それではそんな今日のファンラジはふつメールの回、はい、時間の許す限り皆さんからのメールをご紹介していきますのでお楽しみに。ということで僕たちファンタスティックスとファンタジスタのみんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ、今週もスタートです。 FM 大阪、みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ。さあ、それでは早速ファンタジスタの皆さんからいただいた普通メールを紹介していきましょう。ケイちゃんありますか？あります。ファンタジスタネーム、三重県のホタルさん、うん、こんにちは。車の運転中はいつもファントの曲を流しています。帰宅時、曲の途中で駐車場に着いてしまって、駐車場から家までの間に曲の続きを鼻歌で歌ってしまいます。そんな時に自分のそばを人が通ったりします。皆さんならごまかしますか？知らないふりして歌い続けますか？ああ、どうですか？俺あんま歌わないから。俺はね、ごまかしますね。あ、どういう感じ？あの、僕の場合はエレベーターあるじゃないですか、うん、で、上がってる最中にちょっと聴いてた曲を口ずさんで歌っちゃってる時に、あ、一人思いもよらぬところで止まって開いて、うって絶対聞こえてたよなって感じがあるんですけど、俺はあのちょっと電話するふりしてとか。すぐ消えた。ちゃんとごまかしてんじゃん。ちゃんとごまかします。僕はだってその人と多分二度と会わないよ。いや、会わなくても恥ずいじゃないですか。そういうことね。バレたっていうなんかその事実を自分で分かっちゃってるから。なるほど。そう、聞こえてたなっていう、もう確実に思ってるんだ、それを。だからごまかします僕は。ですね。じゃあケイちゃんみたいに、そう、ごまかす電話するなり、ごまかしてください、うん、お願いします。独り言でもいいのよ、その後。ああ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、とか言っておけば、あ、な、あ、こういう人なんだなって。こういう人なんだ、間違いない。独り言言ってたんだなって思ってもらえたらね、うん、続いてファンタジスタネーム、みなみさん。みなみさん、こんばんは。ケイちゃん舞台お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。
K 君が主演舞台と聞いてから毎日楽しみで、初日にアースを演じる圭人君を見た時の感動が忘れられません。あざす。アースに全力で向き合って演じダンスをする圭君、本当に圭君気になるな言われたことがあまりないから圭君気になります本当にかっこよくて、座長としてもしっかり全うしていた圭人君がファンとして自慢でした。圭ちゃんを通してこの作品に出会い ちゃんと圭人君じゃないですかなんでケイ君って略したんですか。いや最初からちょっといろんな読み方していこうかな。あそういうことですね。嬉しいです。ケイちゃんが、はい、作品を通して出会い、素敵なチーム BF スターズに会えても、略しですね。ブレイクフリースターズを略して BF そうです。ブレイクフリースターズにも出会えてとっても楽しくて幸せな舞台でした。改めてお疲れ様でした。ありがとうございます。舞台を終えての感想を教えてくださいいやー最高でしたよけどね達成感がすごかったですね。やっぱりやっぱそっか、何公演だっけ。全17公演ぐらいだったんですけど、すごいね。こちらお客さんが360度回ったりとか、結構すごい新しいエンターテインメントをこの、うん、舞台でやってて、で哲也さんも見に来てくださって、確かにすごい哲也さんが本当に見に行った方がいいよっていろんな人に言ってくださったらしくて、うんうん、でそれもメンバーもそれこそメンバーも見に来てくれて行った行った、面白かった。そう、それですごい褒めてくれたので、やっぱ頑張ってよかったなって思いました。私ファンの皆さんもすごい何回も来てくださったりとか。あそうなんだ。本当にこの舞台で僕を知ってそのファンになってくださった方もいたんで、それぐらい本当に頑張ってよかったなって思いました。よかった、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。なんか最後のさアドリブで出てくるシーンあるじゃん。あ、はい、なんかタコダンス、タコダンス、ちょっと恥ずかしがる悩みを。じゃああれ恥ずいじゃないいやいやいや、何来るか本当に分からなくてだって俺らが行った時さ、めっちゃちょっとだけしかやってなかったよ。ああ、多分それ結構序盤ですよね。公演今中盤ぐらいですか。いつでしょ。いつ分かんない、中盤ぐらいじゃない。でもあそっか、うん、その後ぐらいからようやく慣れてたんですよ。ああそう、やっぱメンバー来てて知ってたからちょっと恥ずかしさもありつつも、あのストロークあるじゃん結構。そう、長いんですよ。だからそこの長いのすよ10メートルぐらいあったとしたら、はい、多分2メートルぐらいしかやってないから。いや確かに短いと思っちゃった。次じゃ6メートルやります。次って何次ってなんだよもしね今後ね、そういうことあれば恥ずかしがらずやります。ケイちゃんらしくやってください。はい、ありがとうございますじゃ続いて、はい、上京して3年が経つ小僧さん、うん、こんばんは小僧だ。最近ファンタロの仲間入りをした21歳学生です。お小僧だ。先日リリーベに初めて一人で行ったのですが、熱狂的な女性ファンに圧倒され右往左往してたらいつの間にか順番来て終わった小僧や小僧だな。アリーナツアー東京福岡参戦するのですが、ライブとなるとさらに圧倒されまくって、ついにはペタンコになってしまうのではないかと心配しています。皆さんは今までの人生の中で圧を感じたり、緊張不安で自分の思ったパフォーマンスや実力が出せなかった経験などありますか？皆さんの経験をもとにライブ楽しみたいと思うので、ぜひ教えてください。もしライブ中にペタンコになっている男を見かけたら助けてください。小僧だ、小僧だな、小僧だなペタンコっていうのは小僧っぽいねペタンコ使ってる時点で小僧ですね。意識してる小僧だ、ありがとう、うん、なんだっけ、緊張不安で自分の思ったパフォーマンスや実力が出せなかった経験はありますか？俺ないな。俺もないな。ダンスに関してはもう小さい頃からやってたんであんま緊張しないんですけど、それで言うと廃炉のオーディションの1回目は緊張しましたね。みんなでやったやつの前に、あ、みんなってあの5人、ゆうせいくんそうだ、入る前にやったじゃないですか。あれハイローのオーディションだっけ？ハイローとプリンスかな、あ当時あったね、あったねのオーディションがあって、その時はやっぱもう恥ずかしいし初めてすぎてさ、演技をすることも、うん、そこで練習してきたんですけど思った実力は出せなかったっていうのはありましたね。めっちゃおもろいよ、ね、うん、めっちゃ面白いです。あれはちょっと見たくないもんね、うん、今はもう絶対見たくないそれぐらい初々しい、笑えるようなはいものをやってましたね、うん、そうですね、うん、あれは俺も嫌ですですよね夏希くんありますか？なんか俺、はい、ないのか。ないよね、緊張がかっこいい、うん、なんかでもオーディション EXPG の時ってオーディションたまに行ってたじゃん。はいはい。で俺なんかの CM のオーディションでダンスしてその後歌をやってくださいみたいな。へえ。で歌はトトロですみたいな、はい、
なんでトトロなんだろうってもうその時から思ってんのよ。でトトロ歌った後も俺なんで俺トトロ歌ったんだろう何されてでその歌の 100% っていうのは分かんないからなんだったんだろうってずっと思って、でその CM が公開されてたら誰一人歌ってないの。何なんだろう、なんでトトロ歌ったんだろうってずっと思ってて、今思い出した。すごい。そうだから 100% 出しもしなかったし、ずっと疑問をこうね抱えながら歌ってた。いや面白い、面白い。ありがとうございます。そんな話があったなんて。はい。いや一旦ね前半パート。そうだね。いい感じにね。こう普通メール紹介できたので、はい、それではここで1曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください。ファンタスティックス EPEX でペパーミントヤム。ペパーミン、ペパーミン、うー。 FM 大阪からファンタスティックスの沢本夏樹と木村慶斗がお送りしています、みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。今日のファンラジは普通メール回ということで、まだまだメールを紹介していきます。しゃしゃ、もう一丁いきましょう。大阪府晴れ女になりたいパヤさん。パヤ、ファンタの皆さんこんばんは。いつも楽しく聞いています。今日はケイちゃんに豆知識提供です。え、ありがとうございます。来た。最近私も知ってへーとなったのでメールを送ります。キリンの鳴き声は牛と同じ毛。キリンは広い分類では牛の仲間に該当するそうですよ。以前にサファリパーク行ってましたが鳴き声聞けましたか、です。あー、鳴き声聞いてない。聞いてないな。毛なの。毛らしいですよ。どういう毛なんだ。首長いじゃん。はい。ちょっと声高そうじゃん。ボーみたいな。そうそうそう。ラジオ聞いてる。そういう系の。そういう系だ。あののなんかつむじから声出てたよ。あ、つむじから。よく言うじゃん。言いますね。岡村先生、つむじから声出してみて。ボーだ。いいいい提供ありがとうございます。じゃあ続いてもう一丁いいですか。はい。ね、とても長いメッセージをいただいているので、ファンタジスタネームファンタローミカさん、はい、こんばんちゃちゃちゃ、やっとメッセージ読んでくれてありがとうございます。お、やっとなんだ。やっとなんだ。うです、ありがとうございます。私はファンタロー歴が浅いので CL で昔の皆さんを見返して日々勉強中です。その中でもエクストリームしりとりが超絶面白くてかなりツボです。皆さんが今までの企画の中で一番印象に残ってたり見返した方がいいおすすめがあればぜひ教えてください。3月の福岡のチケット取れたので2日間参戦します。それまでにアルバム聴きまくります。ファンタは私の生きがい、愛しとうよー、ということでありがとうございます。いや、エクストリームしりとり一番おすすめじゃない。いやですね、あれは結構ファンの皆さんも好きですし、あれマジ生まれたよね。生まれましたね。俺らのおかげで生まれたよね、うん、本当にファンカジだけじゃないですか、やってるの。多分、あんま見たことないし、うん、エクストリームシリトリ以外にも俺はケイトとさ体育館で対決した、なんだ、3番勝負みたいなやつやったり、やりましたね。めっちゃ目回ったやつですよね。ぐるぐるバット対決みたいな、はいはい、あれマジでやってる側も爆笑だったよね。本当にで予想できないですかね。見返してもおもろいんだよ、うん、だってゴルフでさ壁ギリギリだっけ、なんだっけ、壁ギリギリのなのにさ2人ともパコンそう、力の加減ができないんですよ。そうそうそう、目回ってるから。それがやっぱ面白かったのと、うん、あと紙風船をさバットで叩くやつ、ああ相手のお尻についたやつだっけ、はい、そうですね、叩かなきゃいけないんだけど2人ともなんか衝撃で落ちちゃって風船が、で二人して床の風船をペッと叩く泥試合、泥試合ですね。泥試合、いや面白い、あれはめっちゃ面白かった。確かにあれ面白い、ね、もし見てなければね、うん、美香さんぜひ見てください。お願いします。お願いします、はい。まあ、あと鈴の音ですね。あ、鈴の音ね、うん、あれは鈴の音はおもろい。去年もやったよ ね、 やりましたね。直樹さん参戦してくれたりして、まさかの直樹さん。いや今年ももしかしたらあると思うので、はい、皆さんお楽しみにしててください、はい、お願いします。じゃあファンタジスタネームもうちゃん、皆さんこんばんは。キリンかな。最近友達と発明した新しい暇つぶしを紹介します。はい。携帯のキーボードを使うんですが、ひらがなであからうまで順番に一つずつ打って、変換の一番最初に何が出てくるかを見るっていうものです。これをしたら最近自分が興味あるものが分かったりするんです。あ、俺めっちゃかっこいい。私は矢と打てばヤギ、
ラトウではライブって出てきます。皆さんもぜひ空き時間にやってみてください。俺アーでやっていいですか。やっちゃいましょう。ありがとう。かっけえ。今うん今今うんうがうん絵が絵を描くの絵おがお願いよくあの返信仕事用語よろしくお願いしますじゃないですか、うん、お願い以外じゃあなんか K は K だから K ケイト。ああ、うん、俺ケンジロウって言ってた興味があるものが分かりますね。最近ケンジロウさんと連絡したから、ね、ケンジロウさんの K で木で打つとフルネーム出てきますからね僕。マジで、うん、怖いんだけどそんな打つ。多分あの最近その登録とかをやってて、ああ辞書みたいな辞書とかそのそれで木とか出てきます。ああそういうことね。俺木は今日だわ。今日ささサッカーささだけです。なんかさじゃあさあとなな何って何何人ですね。あんまりぬぬ抜け出そう。あっけ歌詞か抜け出そう抜け出そうなんかあった。なかったっすね。これあんまり出てこないな。いやそうなの。なんかみはね皆さん。ああいいね。俺皆さんよく使うんで。あ俺もみんなだ。かっこいいねやっぱ。じゃあファンタのふふ福岡。あ俺服服あ洋服の洋服のファンラジファンラジのララライン。ラだっけ。ロはロリポップって言ってサンタモニカかかっけえそんなにファンタのこと使ってない。好きです、ね、普段から、はい、普段からやっぱめちゃ確かにちょっと面白い。これ面白いですね。たまにやるのが面白いね、はい、こうなんか先々言わない方がいい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。で続いて、はい、滋賀県のアーニャさん。アーニャアーニャこんばんは。あくあく突然ですがこの間祖母に会いに行った話を聞いてください。だ久しぶりに会えたおばあちゃんが韓国の俳優さんのオタクになってましたイベントに行った話や推しに会えて幸せな話をたくさん聞けて私もファンタの話やライブの話などをしてたくさんお互いの推し活の話で盛り上がりましたよかったね。私はいくつになってもファンタのことを応援していない。きついきつい応援していたいなって思うことができました。あきついよ。ファンタの皆さんは何歳になっても続けていきたいというものはありますかきつい前から始めたんだ。あーね、きついどっか走ればいい。いつも幸せをありがとうございますだそうです。いやこちらこそありがとうございます。いいね。おばあちゃんもそんな。おばあちゃん祖母。そうです。おばあちゃん、おばあちゃんもそうやって推し活してるのいいですよね。そうですね。韓国の俳優さんのお宅になってたそうです。いやいい世の中だよ今そうやって、はい、で質問は、質問ファンタの皆さんは何歳になっても続けていきたいものはありますかってちゃんとその質問を答えていくんだねありがとうございます。何歳になっても続けていきたいこと、はい、それはアーティストじゃないですか。間違いないですね。うん、アーティストとしてねエンターテインメントを続けることは続けていきたいね、うん、ですね。いろんな形どんな形であれ、はいはい、僕もアーティストダンス、うん、そしてジュッケイちゃんですね。あジュッケイちゃん確かに。これは70歳になったらジュッケイちゃんとか聞きたいもんね。いや確かに結構いい声なんじゃないですか。どんな感じになりそう。ジュッケイちゃんもう危ないな結構だい結構結構体力的にきつい。体力的にそれ1回でもう1日分のタレを使っちゃうみたいな、ね、今ほど連発はできないで。あできない。やっぱ喉もねいたわっていかないといけない心配になる。ジュッケイちゃんだったね今そうだからいつまでこのロングトーンが聞こえるか高い声が楽しみにしてます、はい、これからもお願いします。お願いします。ということでね、ということでお時間になったところで、はい、いやたくさん含めるありがとうございました。アーニャも聞けたし、はい、FM 大阪ビジネスクラジオファンタスティックレディオ。FM 大阪からファンタスティックスの沢本夏樹と木村圭人がお送りしてきましたみんなで作るラジオファンタスティックレディオ。エンディングのお時間となりましたもう増したぐらいがダメだったんだけど終わりが近づくってなると切り替わっちゃいます。木村圭人がアニャがじゃないんだね。あアニャがお送りしてきましたいいよ無理しないで肩で一気しちゃってるもん。そうですね。しんどいね。はい。楽しかったですね。今回はスメールをね、はい、たくさん読ませていただいて、うん、
楽しかったです、ね、やっぱふつめるもいいですね。いやふつめるいいよ、うん、このファンラジだからこそできることで、そうなんかいろいろ ね知れたりするし、うん、いろんな質問答えれたりするので、はい、これからもじゃんじゃんお待ちしております。お待ちしています。番組ではファンタジスタの皆さんからのメールをお待ちしております。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。そしてファンタスティックスからのお知らせですが、ニューアルバムファンタスティックロケット発売中です。このアルバムを引っ提げてファンタスティックス初の全国アリーナツアー、ファンタスティックスライブツアー2024インターステラティックファンタスティックの開催も決定しています。いよいよ来月からスタートとなりますが、関西は4月10日水曜日、11日木曜日、大阪城ホールにて開催となります。あと D リーグ2023-2024シーズンテーマソングのペパーミントヤムが配信中です。この曲はファンタスティックス ×EPEX の曲ですので、皆さんね、はい、しっかり聴いてください。お願いします。お願いします。ペパミーペパミーうちょっと早送りする。ペパミーペパミーペパミーにゃーアーニャバージョン、アーニャバージョン、特別版ありがとうございます。ありがとうございます。はい、その他メンバーここでもいろんな活動をしていますので、今後の予定に関して詳しくは EXILE TRIBE MOBILE の中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜はファンタスティックスでサンタモニカロリポップタク高橋バージョンを聴きながらお別れです。FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスのパフォーマー沢本夏樹とパフォーマー木村圭人とアニャでした。バイバーイ。アニャいた。